こんにちは。1、トルダム病院の神秘的なロケ地。ドクター・キムサブの主要な舞台の一つであるトルダム病院は、キョンキドポチョン市に位置する旧家族ホテルで撮影されました。この古風な建物は、山いこ家族ホテルとして以前使われていたもので、美しい自然に囲まれています。ドラマの雰囲気を一層引き立てるため、この場所は非常に適していました。2、古参大学病院の実在の医療施設。 ドクター・キム・サブでは、大規模な医療病院である古山大学病院も重要なロケ地でした。実際のロケ地は、関林大学病院東灘精神病院で、2012年に開院した病院の一部です。この現実の医療機関がドラマの中でどのように書かれるか、そのリアリティが視聴者に感じられました。3. その他のドラマで使用されたスタジオとセット。理事長のオフィスは、ロイヤルクエストと呼ばれる撮影スタジオで撮影されました。 ここでは、ホテルのスイートルームや手術室のセットなどが組まれ、高品質なシーンが演出されました。このスタジオは他のドラマのロケ地としても使用され、様々な作品がここで生まれました。4. ドンジュの母親の餃子屋ドンジュマンドゥ。ドンジュの母親が経営するドンジュマンドゥは、ソウル特別市リュウサンクにある空き家を仮設セットとして使用しました。この場所は、ドンジュの家族や友人たちが集まり、ほっと一息つく場面が描かれました。 小田ダ,ダの食堂小田ダ,ダはトルダム病院の人々のアジトであり食事やさまざまなイベントが繰り広げられる場所です撮影に使用されたのはケーキ道湖やにある小玄丸休憩所という場所で美南道の事件手帳や触覚他のドラマのロケ地としても知られていますこれらのロケ地と撮影エピソードがドクター・キムサブの物語に深みを与え視聴者を魅了しました これらの場所を訪れることで、ドラマの感動的な瞬間を追体験できるかもしれません。チャンネル登録よろしくお願いします。